このホンダ404とか、うん、これはもう老若男女これはいいですよね。大人気でしたね当時は。もう爆発ですね。で今でもさ、はい、見るとね何とも言えずこのバイク好きじゃなくてもなんかこの造形というか、はい、この材質というか全てワクワクするんですよね。なんだかね。で当時のやっぱりさ60年代のアメ車とかもそうだけど、はい、夢があるじゃないですか、はい、そうです。そのなんか美学とか夢とかがなんか詰まってんですよね。これねずっと眺めてられるオートバイってそうそうないんですよ、うん、これはもうその中の一台ですね。このタンクもね今ちょっとこうパッと見よくわからない、うん、なんていうのかな非常に伝わりにくいと思うんですけどなんともこう味がそうなんです。その微妙な角度がいいんです。そう造形がねどっから見てもいいんですよね。そうなんですよ。すごい好きいいですよねこれバイク好き旧車好きはもうみんな好きなんじゃないですか。そうですね。これはもうこれもまず外せないですよね。旧車って呼んだ時にまず4フォアはちょっと1台欲しい、はい、そうですね車ですよね、はい。うん、でこのほらスポーク、そうですね、ホイールね、はい、なんとこうマニア心といいますかオタク心くすぐるですかそうですね。こういうのとかねこのヒゲっていうんですけど、うん、こういうのが当時は死ぬほど嫌だったんですけどかっちょ悪いと思ってたもんね。今かっこいいんです。かっこいいよね。大人になったんだね古臭くでもそんな風に俺らが思うこのバイクを、はい、舞ちゃん、アキラは乗りたいでしょ。これ私中免取ったんですけど最近、うん、もう絶対に4フォアに乗りたくて、はい、なんでかは分かんないんですよでも、はい、だけどやっぱりちっちゃい頃からお店でこうバイクいろんなのを見てて、はい、やっぱりなんか好きで、うん、あとなんて言うんだろう今結構それこそ若い子たちも4フォア女子とかいるんですよ、うん、あ本当4フォアが好きな女子結構女子に人気なんですよ、これね、小柄だからね。そうそう小柄だし、うん、で私も結構身長ちっちゃいんですけど乗りやすそうだなって思ったのと、うんうんうん、でやっぱ流行ってるっていうのもあるし、うん、でもやっぱりなんだろう憧れがあって、うん、そうだよね。絶対に4フォアに乗りたいって思ってます、うん、なんかさこのホンダの CB ってさなんかそのバイクの本当基本みたいなそうですよ、ね、ど真ん中にあるようなちょっと、はい、バイクじゃないですか。そうなんですよ。だからここの流れを組むその後のあの CB 系のバイクってものすごいバランスが良くて乗りやすいっていう ね、うん、あのね余計な装飾がないホンダは ね、 あ確かにね、この頃のやつっていうのは、うん、あの余計なものがついてないんですよ。シンプル、シンプル、うん、余計なものっていうと、まあ、バイクあの川崎で言ったテールカウルとか、あはははあないね、はい、うん、あれが当時死ぬほど嫌だったんですよ。これがあのテールカウルが欲しかった、欲しかったんだね。そう分かる。あの自転車もさそうあのなんかやたらフラッシュなんとかフラッシュとかさ、はい、ここにギアありましたよね。あったねそうああいうの欲しかったもんね、はい、なんか変なところモテるんです。でもこれはシンプル。そう今はでもやっぱそういうのがいいんだ。シンプルにかっこいいのが一番いいですね。やっぱ旧車乗るってなったら、うん、みんなまず4フォアとかって思うんじゃないかなって。これはいいよね。ちょっと乗りやすいっす。俺なんか乗るとちょっとまたがらして、はい、でねちょっとちっちゃいんだよね。ちっちゃい。勝則さんが乗ると確かにそう見える。あのねちっちゃい、そう見えますね。そうこれあのかの福山雅治さんもあーはいね所有されてて、はい、うちで買っていただきます。あ本当、はい、あで彼もほら大きいじゃない、はい、やっぱバイクが小さく見えるけど、でもこれはやっぱ憧れの人ですね。いやでも前回のあの YouTube で自転車みたいだよねみたいに言ったじゃないですか。それはないと思って、うん、いやでもね400ってねやっぱ一回大型乗っちゃうとちょっとそういう感じがしちゃうの。どうしてもあ、ね、なんかパワーとそのこのサイズ感とね乗りやすいのがもうねエンブレが効くんですよね。エンジンブレーキがすごくよく効くので、うん、アクセルオフにした時に減速が結構するので乗りやすいんですよね、うん。その分ブレーキ効かないですけどね。だからブレーキはちゃんとやろうよ。いやでもそう当時のってね。そうなんです。そしてですね、それがもう一つあのでかい排気量となるとね、CB754。
これあんまり速そうに見えないじゃないですか、見た目が。まあドシッとしてるもん、ね、ちょっとやぼったい感じ、うん、このフォークブーツがついてたりとかして、うん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 、ちょっとなんかなんかやぼったいおっさんタイプなんですけど、うん、これ速いんですよ、ちゃんと速いんだ、ちゃんと速いです。でも美しいよね、なんか出来上がりもなんか、うんね、はい、で滑らかでずっとこう滑らかにスピードがずっと出てくる、 Z みたいに途中でドカーンっていう感じじゃないんですよ、うん、下からずっと滑らかに加速していくんです、うん、んすごく乗りやすい。じゃあやっぱり CB のその系譜としてはずっとやっぱりそこはそうこだわって使ってるんだね、はい、多分だと思うんですけどね、うん、CB ファンってそれ言うもんね、滑らかさみたいなこと、うん、そうですね、うん、ただそのどうしても CB のファンの人っていうのはこの4本マフラーが、うん、そうね、あ、ないじゃん、ないです、ここがミスティなんですここが本当だ、ここが2のお店じゃない、あの4本マフラー大事よCB は4本マフラーなんですよ、戻しなよこれがまたいい音するんですよそう、はい、あそこら辺にあるんじゃないの、そのマフラーの部分は。あるんですよ、あれにぶら下がっちゃってるの。そうなんですよ、あ、そう、いや、ダメなんですよ、え、ダメなの、ダメなの、あれダメ、ノーマルじゃん、そう、教習所のバイクみたいに乗れないでしょ、かっこ悪くてそんなことないもん、大人だしこれね、作っちゃったんです、あ、そう、え、ちょっと音聞きたいね、これ音聞きたいな、聞きたいですか？聞きたいよ。わかります。出せ、すぐかかる。すぐかかります。表出なくて、中で、OK、ここで大丈夫ですか？ OK、こんな中でやって平気なの？全然大丈夫ですよ。大丈夫ですか？もうかけちゃって。うん。一発ですね。こんな感じです。めちゃくちゃ調子いいじゃん。ありがとうございます。僕が整備したバイクです、ね、はい、で超出来上がってるじゃん、すごい、いい音だもん、はい、確かに。やっぱり CB の集合感はいい音しますね。あ、ね、はい、いやいや、ありがとうございました。いいじゃないですか。ありがとうございます。いやー、似合うよ、それ、久保さん。似合うよ、すごい、4本は。なんか乗ってたんでしょ私、はい。学生の頃乗ってました。ね、ぜひ。またね。また。いや、めちゃくちゃ似合うよ。確かに。うん。契約書書きましょうか。あ、1台。で、ブルーのもあった、僕。あれ、お客さんのか。白いシートでね。ちょっと怪しげなムードになってるけどね。いやいや、ありがとうございました。CB7 半乗ってる人は絶対いい人だと思う。絶対いい人だと、繊細な。ああ、バランスの取れた。そうですそうです。やつ。ちょっとセンスのある人というか、うん、多分おしゃれな人な気がします。あ、CB7 半乗ってる人は。はい。なかなか。乗りたいですね、やっぱり。あ、そう。乗りたい。らしいですよ。うん。かっこいい。かっこいいよね。ミスティカンつけてないとやっぱりちょっと。やっぱ娘としてはね、そうですね、音がいいんですよ、やっぱり外で、うん、どっかあのいてもミスティカンつけてる人の音が聞こえてくるんですよ、うん、ちょっと分かんの自分家のマフラーの音はうちの家族全員分かりますもうお姉ちゃんもすぐ反応して、ああ、いい音って思って見たらミスティカン結構でも結構つけてる人多いよね、意外といるんですよね、うん、このミスティカの売りとしては娘としては何、その目線からして売りですかね、でもまあ音が圧倒的に違う、うん、やっぱそこは一番かなとは思いますね、あとはまあスタイリッシュに見えるんで、ああ、そっきりしてるよね、はい、それこそちょっとセンスが
確かにね、あの守りに入ってないっていうね、この CB に乗って集合感つけてしまうって今更やっぱじゃあ攻めに行きましょう。そうね、ちょっと大人のかっこよさ、これね、やんちゃな大人のね、はい、うん、まあもう守りながらのっていうことですよね、はい、もうそういう人がかっこいいって育ってるので私は、あ、はい、やっぱり、いやバイクはでもいいよね、あのなんていうかやっぱり 気軽というか身軽で、一番初めに、まあ、子供の時にほら自転車に初めて乗れた時みたいなさ、なんかあの気分があるよね。そうですね、確かに。で本当に本当に一瞬こっからそこまででも乗るとちょっとした旅気分がある。俺はもうそれが好きなんだよね、一瞬で、まあ、キザなこと言うようだけど本当にふわっと風、たまたま風が吹いた日ってやっぱ気持ちいいじゃないですか。あ、今日風気持ちいいなっていう、それをなんかオートバイで乗るとその風が吹くんですよ。キザなこと言うだけど本当にだからそれが気持ちがいい。うん、前ちゃんなんかから秋田なんかからしてみるとその旧車の魅力っていうのはどこにあるの？なんだろう、なんかアメ車とはまた違う、うん、でも渋さ、うん、何でもこう例えばアンティークだったりとか、まあ、若い子たちだと古着とか、うん、そういうものにちょっと魅力を多分感じるんですよね、うんうん、この世代というか、うん、この当時のいいものってこの当時にしかないじゃないですか、うん、それを今も乗れるっていう、そうね、今も見れるし、うん、それこそイベントとかお父さんが開いたら、うん、そこにいっぱい集まって、うんうん、それをこう今も感じられるっていうのが、うんうん、魅力かなって思います。当時をやっぱり知らないものとしては、うん、それを見れるっていうのが、あ、そうか、だからさっき俺がね、はい、あの言ったみたいなその400フォアとかもそう、はいはいはい、そのさ、だから時代がもう夢見てたもんね、うん、その日本がもっともっといいもの作りたいとか、ね、もっといいもんで長持ちするもんっていう、なんかそういう非常にこう純粋にさ、うん、ものづくり夢を持って作ってた時代、なんかそう、そういう時代を経てきてないんだもんね。そうですね、ちょっと停滞してる時というか、はい、そうなのかもしれないね。だからなんかどの世代の人もずっと夢見てるのが旧車なのかなって思います、うん、確かに、はい、でこれなんか見るとやっぱり子供の時の、まあ、僕のこの Z もそうだけど、やっぱ子供の時の憧れ、そうですね、っていうのがいつまでも自分の中にあって、うん、手にしてもなんか憧れがあるっていう、確かになんか自分のもんなんだけどどっか自分のもんじゃないような感じがするんだよね。うん、私もそのちっちゃい頃に辰徳さんのバイクを見て、わ、かっこいいこの茶色のシートって思いました、ね、子供ながらに、ね、こんなちっちゃかったけどやっぱりなんかかっこいいっていう感覚があって、うん、あった。それからやっぱりなんか、あ、茶色のシート見るとかっこいいなって思ったりとか、うん、やっぱそう、バイク乗ればいいじゃんね、いやもう絶対乗ります、はい、1台もらっちゃうべじゃん4歩はちょっとまだお許しが出ないんですよ。なんで4歩は、ああ危なっかしいって言って、危ない、いやだって、いや何でもさ始めなきゃ始まんないよ。そうですね、うん、もうすごい乗りたい気持ちはあります、うん、ゆっくり乗ればいいんだよ